今回ちょっとね、普通はですね 81.7 ぐらいに出るはずなんですけど、ちょっと大きく出てます。でこの値普通は81から82マイクロなんですけど、それよりも5大きい時には10、キロボルトぐらい下げるんです。下げて待つんですけど、今この値5よりも下回って、5より、だからプラス5、81から82プラス5よりも、つまり87よりも、小さいんで、もうちょっと待ちます。これが落ち着くまで。だから5分ぐらいは待たなきゃいけないですね。もう過去の、マニュアルにも5分待つというのはそういう意味ですね。なかなかこれが安定しないので、待ちます。普通は 81.7 ぐらいになるはずなんですけどね。今 82.1、 まあそんなに悪くないです。81から82の範囲に入るってところですからね。前回の使い方が悪かったりするとこんな風になったりします。なかなか難しいところはありますね。まあとりあえずこういう時には基準となる電流値よりも5マイクロアンペア大きい時には待ちます。いや大きいときには下げます。 5大きいときは下げます。5マイクロアンペア基準のものよりも5はマイクロアンペア大きいときは電圧を下げます。でそれ以内に入っているときには待ちます。今は 82. 点いくつか 84. 点いくつかのときには待ちます。このように待ちます。そうすると安定してきます。で5分から10分待てば待つ方がいいです。今回ちょっとね5分どころか10分ぐらい待ってみようと思います。ちょうどいい例になったかなと思ってますけどね。で十分に待って電圧安定するのを確認したら次のステップに進むと。高いままはいかない、放電してしまいますからね。こういう風に待っててください。ちょうどいい例になりましたね。待ってれば下がりましたから、ここがね、私はもっと待とうと思います。安全に使っていく。他の人も困りますからね。それに、放電が起こった時にはその総合コールセンターに電話して対応しなきゃいけないので、ね、非常に手間がかかりますね、管理者も問わせなきゃいけないし、あとは報告書も書かなきゃいけない。ここの研究者はちょっとよく、大学に機関や機関によってあれいくつかあると思うんですけど、何かトラブルなどを見つけたらすぐに報告して、すぐするのは当然ですけど報告書を書いたりします。特に今はねそんなに異常ではないのでこのまま待ちます。5分から10分さらに待とう、私はさらに待とうと思います。こんな感じでやっていただければと思いますね。